キャラ付けが謎。でまあクトフォーチュン引き換え券っていうのが、はい、復興をやっていく中でもらえます、うん、復興に貢献していくともらえるのでまあこれを1枚渡すと、クトフォーチュンがもらえる、はい、これがクトフォーチュン。ほう。これがクポフォーチュンで、はい、まあこの一等って、はい、あのこれ結構な数の商品が用意されていて、はい、そのカードごとにどの景品が来るか、一等でも何種類もあって、出やすい一等の中でも出やすい一等もあれば、なるほど、出にくい。いつもこうではないということですね。あります。はい。でこれ。この4つのマスのどれかを削るっていうシンプルな遊びになってます、はい、でスクラッチ、こっち1個じゃないですか、はい、1個のやつだと1等と5等は出ないです絶対。なるほど。うわ、要は大当たり出ない代わりに、はい、外れもない、スカも出ない、スカも出ない。ただしこっちの3マスの場合は全部から出る確率、なるほど、可能性がある、はい、でさてどうしますかと。そうか。で横にあるのが、各等の出現割合ということですね、45% 5等が出るけど攻めに行くか、うん、無難に2から4等を狙うかということですね。僕開発チェックで4枚やったら、はい、すげえの引いたんですよ。おお、もう公開、自分のキャラ絶対出なくなるやつだろって思って、これ一生分使っちゃった。ちょっと確率結構緩いって緩いって言って聞きに行ったら、はい、マジかよってなって、もうダメだ、もう絶対一生引けないだろこれみたいな。あらあらなるほど、珍しいでしょ、こう確率、うん、これは悩むやつですね。悩むやつ。まあ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 、そうですよ。なんせ 45% ですからね。5枚持ってます。あ、本当だ、変わった。ほう。わあ、演技教本、パンを食べるって書いてある。どういうこと？どういうことですか？気になるものが。そう、まあ、今回妹にパンを食べるというアクションがございまして、そういうことなんです。どうやらここで手に入るらしい。なんでここで当てないとパン食えねえんだよっていう話だよね。そうです。このパンを食べるがまたよくできておりまして、あら、まあ、おパンを食べますよ私。え、すごいですね、これやれってことじゃない？いいですよ、吉田さんさえよろしければぜひとも。なるほど、あ、もう一回見えなくなったので大丈夫ですよ。すごい、今当てたパンを食べるところを皆さんにご覧いただきますよ。あ、なるほど、あ、これはですね、ちょっとスペシャルがやばい。はい。全般に入ったんですかね。また。ありました。よいです。お。さあさあ、お立ち合い。まず、さっき、はい、あの僕後藤ハズレを引いたじゃないですか。プリズムもらったんですよ、はい、これがですね、こういう、あ、意外とね、これハズレじゃねえんじゃねっていう、はいはいはい、新しい、そうなんですよ、イシルワルドの神殿騎士 の、はい、あのプリズムもらいましたみたいな、うん、これね四大名家とかあるんですよ。おで意外とね、蒼天のイシガルド好きにはね、そんなに悪くないんじゃないっていう、うんうん、確かに。そう、そして注目の四頭パンを食べます。パン出てきた。
本にしてる、うん、最初から食事これにならなかったんだろうかって確かちょっと疑問が湧くよね。そうね、これでよかったのでは。まあ、最近その壁に寄りかかるとか、はい、まあ、乾杯エモがね、モグスに入ったりとか、あ、ね、パンをまあ食べてみたりとか、うん、まあ、いろいろ組み合わせてその生活系のロールプレイが ね、できるように、これもちろん種族によって食べ方、うん、そうですよね、ワンハンドでいくやつもいればみたいな感じになっておりますので、ぜひといったフォーチュン、いろいろね、景品取り揃えているので、ぜひぜひ。でまあそんな中で、まあ、今回そのおしゃれ装備も当然そのなるほど用意されているの。